ヘイヤソシャゲでもしましょ。雑談しながらソシャゲーン。アイドルマスターシャイニーカラーズ、かわいい日和。夜も更けてまいりましたけど、ご飯をいっぱい食べちゃったので眠ることもできずに、僕たちは日常を過ごしていくんです。プープープープルプープルプープープルプープー、頑張りましょう。そんな日常を過ごしていく深夜3時、ピーン。眠いのかな、なんかお腹やばい、眠くはないな。血糖値スパイクが起きているだけで眠くはないです。体が驚いています。大量のご飯を食べたことによって、ウインナー5本も食べちゃった。ウインナー5本、卵2個、ミートソーススパゲッティ。深夜に食う量ではないという噂もアリンス、アリンスマリンバ。でもいっぱい食べちゃったから仕方ないんですよね。寝る気ないな。まあ眠くはないと思う。なぜか、なぜなら昨日15時間寝たから。いやー、文字に書きツイートしたんだけどさ、文字書き起こしてみたらすごい昨日頑張ってたなって自分でも思いました。ツイートしたんですけどね、昨日サバゲー行ってたんですけど、4時間運転して9時間サバゲして、2時間パチンコ打って3時間運転して帰ってきたんだよ。みんなゴールデンウィークだからって言ってね、混みすぎゴールデンウィークみんな出かけすぎ、そんなやることねえだろゴールデンウィーク。2時間で着くはずの予定のところ4時間かかったからね。渋滞巻き込まれたんか。巻き込まれた。2時間で着く予定だったのに4時間かかった。2時間で着く、普通の日だったら2時間で着く予定だったのを、一応渋滞見越して3時間か前に出たの。そしたら4時間かかった。見越しても足りなかった。渋滞。見越して1時間前に出たのに。遅刻するっていう意味わかんないことが起きました、ね、みんな同じこと考えてるからね。え、本当に大変だった。超いっぱい運転したわ。運転っていうか、まあ、渋滞に巻き込まれるとなんか普通に運転してるより疲れるわ。渋滞巻き込まれは普通に運転してる方がまだ楽普通に運転してたらさ、それなりに、なんだっけ、疲れないというか、なんか疲れはするんだけど、長時間運転って疲れるけど、なんかその普通に運転してるとそれなりになんかずっと気張ってるからさ、そんなになんかだるいって感じじゃないんだけど、もう渋滞が続いちゃうと、まあ面白くない。渋滞中ちょっと進んではちょっと止まって、ちょっと進んでは繰り返すわけじゃない。あれがね嫌いです、渋滞。だからもうゴールデンウィーク中はマニュアルだと思った大変だぞ。あー確かに大変そう。俺オートマ限定だからマニュアル操作したことねえけど行け2倍起きた。持ってないやつ来い。ああ恐ろしいスナップ。うえ2倍でも1枚しか出ないの、ケチだね。これもうちょっとで終わるんじゃね、まだ終わんない。あと1週間も、あと2週間も2倍ガシャやってくれてんの。目標達成大放出すげえ、本当に大放出だな。めちゃめちゃ大放出してくれてるじゃん。やるやんけ。
シャニマス。もしかして雑になってない？もうシャニソンが出るから。あとはデレステが無料10連。あ、もうこっちはどうでもいいや。シャニソンにもうシフトしてんのかな。サービス終了しちゃうかもしれん。殺意。メグミン賞間に合うか。え？メグミン賞どういうこと？あれなんかあったっけ？なんかある？知らないんだけど。なんかゲームの起動に失敗しましたって何これ？エスケープ。あ、何衣装あんの？アイドルマスター死んでる。言ってよ、間に合わないよ。アイドルマスターシンデレラガールズスターライト。間に合いません。もう。でもあの全部また4万5千な全部使っちゃったし、あれなんだっけ、スタミナドリンク、前回のカットカットカットで見なかったことにしよう。絶対に間に合わないから聞かなかったことにしよう。仕方ない、もう間に合わなかったら頑張って間に合わないのが一番良くないから、無駄にアイテムだけ使って。そう、U149 のね、まだ5話も見れてないんだよ。バリサカイらしいから超見たい。バリサ2枚しか出ない。フェスゲン持ってないからな、フェスゲン欲しいんだけど。さあ、これ見てないです。異世界シンデレラガシャ。うわっ、バジョーブ、うわっうわっうわっ、何これかっこいいミリアちゃん、キャラは知ってんだよね。わあ、かわいい。あと、ミレイちゃんだ。神ちゃん。え、なんだこいつ。変なやついる。異世界ハマってんのか。これミレイちゃんめっちゃかわいいよね、ツインテールで。でも違うのかな、こっちは。ええー、髪伸びてる。なんだこれ。あ、でもへそ出てる。なんでへそ出すんだよ、マジで。へそ出さなきゃ、めっちゃかわいいな、みんな。へそ出さなきゃな。よかったのに。もっと友達になりたい。へそ嫌いすぎだろ。いや好きなんだけど、なんか出し方が嫌い。また良くない時間が来るかもしれない。デレスの衣装わかんない、ちゃんと衣装見てないからわかんないけど、見よう。ミャン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 。なんかこれ楓さん超かっこよくない？楓ちゃん、うわすごい。あ、でもなんか思ったより露出が多いな。かっこいいけど、なんかもうちょいこれ露出なくてもよかったな、個人的には。胸元のこれ肌だよね、ここ。なんかエロく見えちゃうな、下品に見えちゃうな、ちょっとな。もうちょいこれで、でかいスカートとかでも個人的にはよかったな、これだったら。このミニスカートみたいじゃなくて。露出の多さで喜ばないのジュンヌと川口ぐらいだぜ。なんかな、かっこいいけどなんかちょっとエロい感じが出ちゃうな。髪型めっちゃ可愛い。どうなってんのこれ、まとめてんのか。髪型めっちゃいいな、これ超好み髪型。あー、リアムちゃん、リアムちゃん、あ、リアムちゃんね、ミリアちゃん。俺さっきからずっとリアムちゃんって言ってなかった？ミリアちゃん、なんか浮いてる。なんだこれ、ミリアちゃん可愛い。これかわいいね。さっきから俺リアムちゃんってずっと言ってた気がする。ミリアちゃん、これはちょっとかわいすぎだぞ。マジか。これ超かわいい。ちょっと手どけてくんねえかな。どうなってんだろう。どうしよう、これでへそめっちゃ出てたら。可能性はあるよね、このフリフリの下で。いやー、ミレイちゃん、ミレイちゃん可愛いけどね、なんでこれへそ出ちゃうかな。エロサキバスの格好じゃん、それじゃあ。ここへそ出てなかったらな。なんか前髪すごい、これ角生えてんのかな。可愛い、ツインテール。へそだけに穴開いてるのは下品。いや、そうなんだよ。ここがお腹出てるだったらいいんだよ。へそだけに穴開いてんのって意味わかんなくない？ここがさ、こう上下が分かれててさ、お腹出てるんだったらいいけど、わざとへそに穴開けてんじゃん、これ。それ意味わかんねえんだよな。これマジでやめてほしい、デレステよくやるけど。デレステだけじゃない？そんなよくわかんない。まあ、異世界もんだからこういうデザインもありなのかな。エロゲーか、デレステだけでしょ。
へそに穴開けてんの。一番もなかなか守んなきゃいけないんだから、異世界では。もったいない。ツインテール長くて可愛いのに。あと、スカートが短い。あまりにも短い。なんか、スカートが最近思ったんだけど、スカートがあまりにも短すぎると、滑稽に見える気がする。もうちょいここぐらいまであっていい気がする。足が長すぎるしさ。ただでさえ足が長いから、スカートが短すぎて、膝上何センチだよ、これ。足が長いからスカートが短すぎると滑稽に見える気がするんだよな。まあデザインのプロじゃないから何も思えないけど、何も言えないけど。バランスおかしなことになっとる。なるよ、なってるように見えちゃうよね。下半身、足、膝上えぐ。これぐらいでいいと思うんだけどな、普通に。ニーソじゃないもんね、これ絶対なんか、もうほぼだって、股間じゃん、ここ。すぐ股間じゃん、これ。タラちゃんだよ。なんかミニスカートあんま好きじゃないんだよな俺。でもバリサでこの衣装だったらありでしょ。いやー微妙。いやこれほらこれぐらいでいいのよ、長さはスカートの。これでも十分ミニスカなんだから。あんまり俺ミニスカートが好きじゃないんだろうな多分個人的に。なんか滑稽に見えちゃうミニスカートは。うーんですって。可愛いね。こっちめっちゃ可愛い。なんかすげえの食ってる。乗馬どういう設定なんだろうねこれ。異世界ガシャ、異世界に行ったのかな。完全になんか浮いてたもんね、ミリアちゃんに関しては。みんなツインテールだ。マユも可愛い。ボノノもこれ工場なの。うん、限定。今のイベと関係あるのか。あーなるほどね、ありそう。限定だ。お、そういやもうプレイオフ始まった。あ、始まった。マジか。みんな、これもできいいな。ね、めっちゃクオリティ高いよね。みんなあれ見た？あの面白そうなゲームだな。ラブライブだろ。そうです。あの V アライブの生配信。俺マナカちゃんしか見てないけど。マナカちゃん。マナカちゃん見たよ。あ、無料試合できんじゃん。まあそう。どう、2000しかなかったから見てない。どうせ2000しかなかったの？真中ちゃん？俺もリアルタイムでは見てないけど。まず引くか。当てよ。全員。はいー！お、お、いいんじゃない？いけ！あー。獅子欲しかったなー。せい。いやー、ダメだったか。新規 SR かな？今回の。あああやめ殿新規でもなさそう。今回の SR 見てない。毎回 SR 見損ねんだよな。ああ、あやめ殿だ。なんか可愛かったよ、真中ちゃん。めっちゃめっちゃ可愛かった。え、ジュール8000しかない。面白いとこあった。面白いとこはまあ特にないかな。配信で何してたの？いや、なんか自己紹介みたいな。私は何が好きで、みたいな。なんかあの、料理作ったんですよ、みたいな写真で、なんか黒焦げになった料理とか出してたわ。間違えちゃって、えへへへ、みたいな。なんかものすごい可愛かった、ただ。なんか、あ、VTuber 好きな人って、こういうの楽しい、こういうの好きなんだろうなって思いながら見てた。あ、これで可愛いって思えるから、俺も多分 VTuber ハマれるんだろうなって思いながら。何してたっけ？チラッと見た感じ V の初配信のテンプレみたいなことしかしてなかった。本当になんか自己紹介して、なんか自分のちょっと変なところを紹介して、みたいな。私、お料理好きなんですけど、とか言って、なんか真っ黒に焦げたクッキーの画像を出して、ダークマターとか言わないでください、あばばばばみたいな。えへへ、みたいな。まあ、普通に VTuber ってこういう感じなんだろうな、っていう。VTuber ってこういう感じなんだろうなって感じの配信をしてた。でも可愛かったよ、真中ちゃん。ともりだっけ。 RP もう崩れてるじゃん。とも真中ちゃん。あと何してたかは覚えてない。俺もなんかぼーっと見てたからん、何にも覚えてないけど。あとはだからコスモちゃんと、なんだっけもう一人、レトラは、レトラ見てない。今日あったよね。
今日レトラちゃんがあって、昨日コスモちゃんがあったから、その配信見なきゃいけないの、俺、この後。アイドルマスターおじさんとしては、一応。なんかね、コスモちゃん、絵、クソうまかったんだよね。ツイッターに上げてた。自分で絵を描きましたみたいな。絵しかよ。そう。自画像を描きましたって、ほら。超うまくない？かわいい。上手。うま。最近の人は、絵も描けるんだ。これ AI、じゃね。レトラはまだねえだろ、データが。あ、レトラじゃねえ、コスモのデータは。あ、なんかあったな、あと、あの、まなかちゃんが、なんか、他のアイドルをなんか、エロい目で見てたのはあった。なんか、コスモちゃんの鎖骨がエッチで、みたいな。ちげえや、なんだっけ。レトラちゃんの足の太もものうんちゃらがエッチで、みたいな話とかしてた。おじさんって言われてた。って感じ。いろいろあるな。なんか17歳、高校生ですって言ってたけど。話聞いても全然配信見たくならない。なんだっけ、あの、高校1年生、高校生で上京して、高校1年生の時に満員電車が、に乗れなくて、満員電車を見送り続けたらめっちゃ遅刻しましたって言ってた。だから高校2年生は頑張りますって。なんかシティガールになりたいらしい、福岡出身で。そんな感じの話をしてた気がする。まなかちゃんそんな感じの話をしてました。まなかちゃんはでも。いや、まあ、わかんない。俺は、あの、VTuber ほとんど見ないから、わかんないけど、普通に可愛いなと思ったよ。VTuber ってこういうのなんだっていう VTuber ってこういう感じなんだって思ったから、俺は別に全然可愛いと思うけど。俺は普通にどんな、あんまり人の配信も見ないから、何より。だから、切り抜きとか OK になったら伸びるんじゃない？ワンチャン。まあ、それか公式ががっつり切り抜きしていくか。どっちか伸びるかわからん。まだだって大体さ、 VTuber ってさ、苦言呈してたぞ。え、なんで舐めるなって VTuber を。だってなんだっけ、きつすぎるって。きついんだ。どうきついの？あれじゃダメってこと？ VTuber は。VTuber の初配信なんてみんな嘘つくでしょ。どんどんキャラが変わっていって、最終的になんか最初と全然違うキャラになって素で配信して、それが面白いみたいな感じじゃないの俺の勝手なイメージだけど、偏見。最初の初配信とかその設定はほぼなくなって、最終的に普通の雑談配信者みたいになって、じゃなくてバーチャル孤独とかに関して。ああ、なんかあの、そのルールがってこと？でもなんかまなかちゃんはみんなで頑張っていきたいんで、みんなの応援よろしくお願いしますって言ってたから、なんか別に最終的にみんな、あの、ちゃんとなるんじゃない？初配信を見てってわけじゃなくて、あのルールを見てってことね。みんなで一緒にアイドルになりたいと思ってるのでって言ってたよ、まなかちゃんは。見ないと、だから。全配信を追わない、追っかけないと。まあでもなんか企業 V だから、そのなんかあんまり長時間の配信とか、本人を隠したとこでその後がね、配信長時間の配信とかなさそうでいいよね。あんまりなんか個人でやってるとさ、やっぱりいくらでも好きなだけ長時間配信できたりするだろうけど、個人、あの、企業だから生配信も全部今一番、この間やったやつは全部1時間とかで終わってるから。よい。果たして他の2人も良いのか、可愛いのか。次来週とかでしょ。うん。テンポは悪いよな、どうしても。
あとあんまりあのなんかイラストタグとかあったけど、そんなにいっぱい書かれてなかった。あの数える両手で数えるぐらいしかイラストタグに絵が上がってなかった。かわいそう。俺も書いてあげようかな。チャンスジョン。ね、見てもらえる今。認知してもらえる。今書けば。裏で繋がれるぞ。今書けば認知してもらえる。本人からフォロー来たるかもしれない。書こうかな、絵でも。まあ、全員見て、可愛いと思った。全員書くか？ちゃんと。可愛いもんな。なんでね、ぜひ皆さんもね、見てみてはいかがでしょうか。ちゃんと配信の内容も拾うと好感度高い。ああ、そうだね。あ、こいつ、あの、イナゴじゃないな。イナゴすら寄りついてないってことでしょ。こんだけ絵描かれてないってことは、このイラストタグ作ってくれてるのにさ、それすら描かれてないってさ、イナゴすら寄り添ってないってことじゃないの。みんな避けてる。相当じゃない。マナカエいっぱい、宇宙の輝き、レトグラム、R18 イラストタグはないの？R18 イラストタグは。爆裂に書かれてない。コラ画像しかない。あんまり周知されてない気がする。宣伝してないっていうか。あー。8割コラ画像なんだけど。それないってことは、表タグに R18 流していいことになる。なるほどね。このイラストタグにコラ画像上げてるやつ何なの？絵描けよ。イラストタグじゃないのこれは。せめて AI 使えよ。P アートっていう。P アートって別にアートだったらいいの。コラ画像もまあアートっちゃアートだろうから。イラストだけじゃないの。P アートってないや。わかんない。P アートって言ってる。公式で。ほら、こうやって、ハッシュタグ。配信タグ。P アート。担当タグ。P アートか何なのかわからん。P アート見に行くと、あんまり絵は描かれてない。8割ぐらいコラ画像。まだ本当に、あれできるわ。あの、雑談タグみたいな。初見、なんていうの、子さんぶれる。今絵描ければ。俺それなりに絵うまいから見てもらえるかもしれない。でまだ見てないから、まなかちゃんしか見てないから。もっとまなかちゃん。でも一回描いたらその後も配信ずっと見なきゃいけなくなる。まあでも見ていこう、あの、なんて言うんだろう。暇な時間とかに見ていこうかなとは思ってるよ。一応。今んとこね。まあ作業中にどう、なんかやってる時とかに流しときゃいいだけだから。配信だったら。一応まあ、興味がなくなるまでは。まあ動画、逆にゲームやるより動画見るの方が楽かもしれないからな。ゲームやんのって結構大変じゃん。動画見るだったら本当にご飯食べてたり最中とかもさ、流しときゃいいだけだし。ミンマスピーでもそこまでのやつ少なそうだけど。一応俺あのふわっとあの触りだけミンマス、薄いところで浅瀬でパチャパチャするミンマスピーだからさ、まあ、サイドエムはちょっと俺はあんまりやってないからわかんないけど、一応な、念のため、まあ、VTuber っていうものをやっぱり知っていきたいしな。あとね、敬語が可愛かった、まなかちゃんは。だから敬語やめないでほしい。すごい丁寧な敬語で喋ってくれてたから、やめないでほしい。俺敬語萌えだから。俺はめちゃめちゃ敬語萌えの人間だから、まなかちゃんの敬語めっちゃ可愛かったから、
ずっと敬語でいてほしい。あとなんか、俺笑っちゃったのがさ、来月にはエペで亡命タイプに。俺笑っちゃったのが、まなかちゃんのさ、コメント欄見てたらさ、プロデューサーに3、なんかすごく違和感を感じたんですが、プロデューサーに3をつけるのはやめてもらえないでしょうかみたいなコメントがあって、プロデューサーにはすでに継承が含まれているので、プロデューサーに3をつけることでテンポが悪くなりみたいな、なんか、めっちゃ、この人アイマス知らないんだろうなっていう。シンプルに VTuber。から来たんだよ、そいつ。シンプルに VTuber として見てくれてるんだろうなっていう。あ、これいいことじゃんって思った俺は、だから。それを見て。あ、ちゃんと VTuber として見てくれてる人もいるんだな。アイマス P だけが知ってるわけじゃなくて、ちゃんと VTuber、新人 VTuber として見てくれてる人もいるんだろうなっていう。のがあって。いいことだなって思いました。とっても。新しい新人が入ってるってことだからね。収益化したら長文スパチャしてきそう。やっぱだから当たり前じゃん。プロデューサーさんとかプロデューサー様とかプロデューサーちゃまとか、そう意味わかんない呼び方、 P 君とかさ、意味わかんない呼び方当たり前にあるじゃん、アイドルマスターって。で、俺の中ではそれ、私の中ではそれが当たり前だったけど、やっぱりそうじゃない人からしたら、当たり前じゃない人からしたら、それも違和感なんだなっていうのがあって、確かにと思って、そういう考え方もあるんだなりましたので、ぜひ皆さんもね、そういう人たちを煙たがらずに、そうだよなって、怪しい変な人だと思わないよう、ぜひ。マーズイ界隈で広げるならありかもね。うん、VTuber は分かんないけど、可愛かったよ、本当に。分かんない、他の VTuber がこれ以上に可愛かったら、すごい。俺が知らないだけで。俺が知らないだけですごく、こういう世界、もうこんなん、序の口だったら、俺は VTuber にハマれる自信があるわ。同じようなのが山のようにいるぞ。まあじゃあ俺 VTuber 知らねえからハマっちゃうかもしれない。じゃあ VTuber に俺、みんな、アイマスからパチンコにハマったし、アイマスから VTuber にハマるかもしれない、みんな。ごめん。でもなんか見たとき、なんかショートで見たときよりなんかクオリティ、なんだろう、あれかな、この上半身しか映ってないからかわかんないけど、すごいよく動いてるように見えたけどな。ショーツだとなんか本当に固定されてるみたいな喋り方してたから、なんか上半身だけだとすごいよく動いてる感じあったよ。表情豊かで可愛かった。ぜひ皆さんも、まあ、まなかちゃんしか見てないから、よし、この後俺見るわ。レトラちゃんとコスモちゃんも、で全員見た結果をみんなに、そんなの見ないで、U149 も。確かに、U149 も見ないといけない。みんなで見たいもんな、でも、せっかくだったら。ウマ娘は見た？ウマ娘は見てない、まだ。面白い？全然見てない。うつ？うつなの？ウマ娘？そんなことある？ほのぼの要素がない。そうなんだ。まあだって4話しかないんでしょ。4話しかなかったら仕方なくね。そういうもんでしょ多分。でさ、なんかそのもうシリアス話しかしてなくてみたいな感じじゃないの。まあ4話しかなかったらそうなるよな、ストーリーを濃縮したら。出来はめっちゃいいぞ。まあでも絶対悪いことにはなんないだろうからな、多分。わかんない、誰が主人公なのかわかんないけど、俺は知らないだろうけど、でも多分大体悪いことにはならないでしょ。最後に可愛く、可愛くてか平和に終わるでしょ、ウマ娘だったら。
ウマ娘がシンプルに鬱で終わったら結構辛い。ウマ娘の無料10連回さないのか。え、ウマ娘無料10連やってんの？あれ、プリコネも無料10連やるみたいな話しなかったっけ？サポカだけどね。あー、出たよ。いつもサポカじゃん。なんで馬は無料10連してくれないの？なんていうんだっけ、あっちのキャラ馬。なんていうかわからん。超お名刺ダウンロード、あれどこ行った。ダウンロード中の長さとかわかんねえのか。あ、できた。ポピピーン。ルンルルンルンルンルルンルン。再現ムスクフジティダービー。ギャルウィークやってるぞ。何ギャルウィークって。オッス。あ、ギャルウィークやってたね。あ、見たわ CM。CM というか。オッス。あっしゃあっしゃ。ギャルと散歩できる。え。いいな。重。ソシャゲっておめえな。こんなみんな携帯に入れてやってんの。パソコンでも重いと思うのに。携帯なんてできないでしょ。ね、フェイス ID、 みんなさ、フェイス ID 知ってる？俺 iPhone 新しくしたんだけどさ、フェイス ID が使いにくいのなんのって。わざわざこうなんかロック解除するのをさ、正面に向かないといけない。すげえだるくない？今までさ、こうやって机の上に置いてある携帯のさ、ロック解除の親指1本、 iPhone8 指紋認証があったからさ、親指1本でロック解除できたんだけどさ、メールとか来た時にね、わざわざこうやって顔を正面にやって開けないといけないの、すげえめんどくさいんだけど。携帯を持たなきゃいけない。携帯を持たないと顔丸すぎるからだろ。関係ねえだろそれに関しては。正面斜め下からとかで、斜め下というかもう遠い位置からだとさ、手を伸ばした状態とかだとわざわざこうちょっとだけ携帯を傾けてやんないとできないのがすげえめんどくさい。だからといってパスワードつけないわけにもいかねえしな。別につけなくてもいいんだけど、なんか落とした時とか嫌じゃん。マスクありで解除できる。わかんねえ、俺はなんか登録してないけど、なんかできるみたいなの書いてあったよ。何これ、あれ。バケモンみたいになってる。これ誰、マチタン。えー、超可愛くない？やば、ポニテのマチタン、やば。その髪型で耳見えないのすごいな。え、ポニテのマチタンやばくない？まあ、耳ないんだけど。ポニテのマチタンやばいな。ネイチャだったけど今年はマチタン。あ、そうか。てかマジで限定出ないね。すごくない？こんなに限定6回分も溜まってんだけど、なんで7回も弾けるわ。すご、鬼弾ける。ルル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 、全然出てないじゃない。当てよ SSR。 おい、こんなに出ないのか SSR。 やってんな。北さんブラック出せよ。おい、今回の当たりはブルボン。ブルボン、おい、お、来た。あ、キンキン、おお、来た。あれ、サトちゃん、しかも昔のさ、俺がやった頃のサトちゃんじゃねえか。北さんブラックと一緒に出てきたサトちゃんじゃん。古いな。ルン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 、来た。行け、当たり、ブルボン。わあ、ネイチャー、わ、なんかかっこいいね、ネイチャー顔が可愛い。ほえー、でも1枚出たところでどうしようもねえもんな、このゲームな。全然出ないじゃん SSR。 70連して2枚、まあそんなもんか。確率的にはそんなもんか。3何パー、3パーとか、3パーとかだとそんなもんか。2枚出れば上々。まあそうか。え、かわいい、食べてるご飯。え、俺マチタン欲しい。ギャルウィークプリティダービーガチャ。何これ、何が違うのこれ。え、なんだこの子かわいい。あ、前もなんかかわいいって言った気がする。この子スタートダッシュガシャ第2ラウンド。
めっちゃいっぱいある。なんだこれ。なんか引けるぞこれ。メイクデビューガシャ。SSR 来い。え ?SSR じゃないの？うわい！すご。うわー、エアシャカールだ。よく言われ、ネタにされてた。エアシャカール。これとギャルウィークガシャは違うのか。扱いすんな。ん？これとギャルウィークのやつ何が違うのこれ。あ、ギャルしか出ないってこと？これギャルウィークの。あ、そういうことか。ギャルガチャは、星さんはギャルしか出ないガチャ。おもろ。じゃあ、かぶらせたいときめっちゃいいね。この好きな子いたら。かわいい。当選冗談だっけ？なんだっけ？あ、忘れちゃった。かわいいね。当選冗談だ。この子はギャルなの？パーマーは。ギャルの友達なだけで、パーマーもギャルなの。わー、ヘリオスかわいい。めっちゃ可愛くない？ヘリオス欲しいな。可愛い。パマヘリでギャル友達。パマヘリでギャル友なのは知ってるけど、影響されてギャルになっただけでしょ。でもこれ欲しいな。回そうかな。10連10連も回せない。やらなすぎて10連も回せません。皆さん残念ながら。なんかくれてねえの？今すぐ馬娘とお散歩に行けるらしい。行こう。センジュール全然やってないのにセンジュールしかくれてない。もっとくれよ。なんでセンジュールしかくれないんだ。あんまくれないんだな。こういう長い久しぶりにログインしたら大体なんかさ、めちゃめちゃいっぱいジュエルくれるとかあるじゃん。全然ない。俺の桜どうなってるんだろう。娘運営サイゲで一番渋いまである。へえ。おお、やってるやってる。あ、もうとうとう誰も。ずっと二人がさ、あのなんかアイテムの交換し続けてたのに、それすらなくなってる。もしかして。あ、違うわ。そう、テディとコタロウがずっとね寄付をし合ってくれてんの。よかった。この二人がいなくなっちまったらどうしようと思ってたんだ。逆にまだやってるのが怖い。テディとコタロウはねずっとやってくれてんの、二人で。最後の取り。しかもちゃんと毎日やってる。ちゃんと毎日やってる。偉すぎるこの二人。一理すぎるだろ。わらわら。なんで俺の。やめろよ。たまにやな。力になってやんねえといけねえんだよ。テディとコタロウの。ありがとうな。この二人のためだけの。この二人がいてくれることでなんとか俺のあれは生き残ってる。10連回そう。飛行マチタン超かわいい。このマチタンチケットあるわ。ルン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 。虹色のカーテン。わお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 わ。なんかザ・エクリプス・ワイバーンみたいな文字が出れば俺の勝ち。ドゥ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 。引いていいかマチタン。マチタン、うん、頼む。あっぱれあっぱれあっぱれ。うわ、激アツ。マジかよ。きた、やば、熱。何枚何枚。激アツだよ。激アツは10枚でしょねえ。おい、あれかな、2個目ぐらいかな。タンタン、激アツ、激アツだよ。あ、かわいい。きた、来い、マチタン。あー、ターボじゃねえ。やるな、マチかねえじゃねえや。爆心王の方だ。うわぁ、惜しい。爆心だった。爆心だ。惜しい。まあ可愛いけど、爆心もすごい。爆心百裂拳。どういう状況。え、まだ激アツだからまだあるかもしれない。タン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 。うわ、いかにカンタンカンカン。惜しい。いやー、でもありがとう、嬉しい。かわいいね、髪型もツインテールで。いや、でもマチタンが良かったな。でも短距離で最強みたいよ。え、そうなんだ。出るだけかなります。まあね、短距離最強なんだ。まあ別にやらねえけど。残念ながら MV 見ろ。残念ながらやりませんが。
MV なんか追加された？なにこれ、こんなあったっけ。あ、見た気がする。なにこれ、え、なんか可愛いよ。犬、犬だよ、なんかその話した気がする。え、可愛いこの子、なんか可愛い子がいっぱいいる。チャンネルで聴ける曲、あ、あれか、あのバックダンサー、可愛い曲、めっちゃ可愛くない。なにこれ、これなった、オーバーランナー。あ、曲が流れてないってこと。俺これは聞いたことあんだ。じゃあこいつらは、これは舞台だったか。あ、舞台の曲、へえ。見よ、お、歌唱なしだって。重さ先生、え、メンバーおすすめなのに、なんで本人にならないの、本人にならないの、これおすすめ。え、持ってないから。あ、持ってない、誰持ってないの俺。レアも持ってないの。レアぐらい持ってるでしょ。え、新女娘しかいないぞ。じゃあもう一回ガシャしよう。え、全員星さんってこと。あれ、星さんにいるキャラって星にいないんだっけ。そうか、いないか、だからか。じゃあ当てるしかねえな。うん、激アツ、ギャッ、わお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 、なんたらエクスプレススター、うわー、キラキラもしてない。なんで SR すら、なんで SR すらないの、おかしくない。普通 SR はあるだろ、 10% でしょ。俺 10% も1枚も引けないの、やばくない？おい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 、クン！うわうわ、いけ！待ちた！うわ！おい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 、きたー！マジで？こういうことだよ。わら。かわいい。やったー！かわいい。なんであれ巻き込まれてんの？なんだっけ？待ちかね、服着たるか。おい。うん、クン！ああ、ガバガパッキンが、パッキンが壊れちゃった。みんな、これよくあるよな。パッキン壊れちゃうやつ。あるある、ガシャあるある。一回引けると無限に出てくる。パッキンが壊れちゃうやつな。同じキャラめっちゃ出る。かわいい。やったー。イエーイ。嬉しすぎんご。まあ、マチタン俺のこと好きだって言ってたしな。これね、なんだっけ、コパノリッキーも可愛いんだよね、外見が。ここあれにしよう、マチタンにしようぜ。じゃあごめんね、ファルコ。マチカネタンホイザー。ファルコの別衣装もいいぞ。ファルコの別衣装持ってないんだよね。いや、可愛い。僕の旅行はすごいですよ。超完璧な旅行のしおりを作って、超可愛くない？やば。ちょ、ツインテール、ポニーテール見たいな。ダンスしてもらおうか。じゃあせっかくだったら出てくれた子で MV 見るか。超可愛くない？ゲームはやんねえけど MV は見て。俺が知らないのってそれぐらい。これは、あー、これ見たわ。それぐらいっぽいな。 MV のクオリティ高いしな。ね、そう、 MV 見てるとチア姉ちゃんと組ませたい。チア姉ちゃん持ってないです。クリスマスの見たの。クリスマスの見たと思うよ、わかんねえけど。手かけたら爆心を思う。どれだ、あれ、泣くね爆心王のあの衣装、これか。あとじゃあターボでいいか。あとは誰がいい？ファルコ入れとくか。え、俺だって、あ、違うか、ごめん、勘違いした、当選冗談。ファルコこれしか持ってないんだ SSR。 見よう、
オーバーランナー。伝えてきますぞ。かわいい。ねえ、いっちゃんじゃねえや。タンホイザ。うんうんうん。わあ、かわいい。わあ、かわいい。わあ。うわあ、すごい。うわ、すごっ。もうすごい。シャニマスもこれぐらい。シャニソン、シャニソンこれこれぐらいにしよう。音ゲーにしなくていいからさ、 MV のクオリティだけ上げてくんねえかな。めちゃめちゃすごい。しかもバックダンサーもいっぱいいる。すごくね。なんでこんなすごいの、ウマ娘の MV って。シャニソン褒めてたのが恥ずかしくなる。シャニソンはまだ出てないから。そう、モデリングも超可愛いんだよね。手足の違和感もあんまないし。すげえ。うわー、可愛い。うわー、ほら、もうすごい。もう完全に個別ダンスをしてますこの子たち。うわ、すごすごすぎじゃないかこれ。シャニさん頼むぞ。ライティングがマジで綺麗なんだよな。何人ライブしてんのこれ。だってマチタンかわいい。ポニーテール、すごくね。わあ、すんごいすんごい動いてる。なんだこれ、かわいい。うわ、すごい。何すごっ。いやマジ、曲連打しなくていいから MV、 あの音ゲーでこういうゲームにしてほしかったな。すごすぎて引くわ。いや、すごか、わほ。本当にすごすぎて。カメラも超いいね。カメラワークも曲もいい。これがサイ・ゲームズの本気なんだよな。まあやっぱり曲一曲にさ、作れる かけられる時間が長いだろうから、デレステとかより。それはこれぐらいになるのもわかるけど、この子たちなんだ。じゃあせっかくこれを見るか。うわ、なんかすごい格好してる。みんな誰も持ってないってこと。俺誰も持ってないね。じゃあさっきのまたマチタンと、じゃあファルコじゃなくてマヤとかにするか。いや、カレンちゃんにしようか。ギャルウィークだからジョーダン。あ、ジョーダンにしとく。ギャルはジョーダンしか持ってないのか。これでいいよな、本当にデレステも。別に着てるところの姿じゃなくていいから、これやってほしいわデレステ。かわいい。マチタンかわいいよね、めっちゃめっちゃいいキャラ。多分見たと思うけど、まあ覚えてないから。いや、見た気がすんな。なんかほんのりこのフィールドに見覚えがある。寒そう。あんな息白いのにこんな格好させてすまんっていう話を前もした気がすんな俺。かわいい。いや、すごかわいい。いやー、マジでこのさ MV のクオリティではトップじゃん。まあ音ゲーじゃねえから。いや、シャニマス音ゲーじゃなくてよかったろ。どこも手抜いてない。シャニマスもこれぐらいのクオリティでさ、曲を追加していく MV 鑑賞ゲーにしない？今からでも。シャニソンで、あの 3D でコミを再現できる。音ゲー要素でしか勝てないぞ。
ことにしない？かわいい。コミュが今までシャニマスにあったコミュを 3D で再生できるだけにしよう。スタッフ引き抜いて作ってくれ。こっちのライブはベースのおまけなのに本当だよな。おまけに凝りすぎ。かわいい。音ゲーはダメだよ。俺がやらないもんだって。かわいい。こんなにすごいのに大半のプレイヤーは飛ばしてるという。もったいないよね、こんなにかわいいのに。まあでも周回してたら嫌になるんだろうな、毎回見てたら。俺みたいにさ、たまにコミ見るときにさ、頑張ってって応援しながらやるぐらいだったらいいんだろうけど、周回してるときに毎回見れねえもんな。かわいい。めちゃめちゃ綺麗。マジで映画じゃん。いくらかかってんのこれ1個作るのに。普通に気になるわ、これ1個作るのにいくらかかるのか。マチタンかわいすぎ。超かわいいね、マチタン。嬉しい、来てくれた。爆心も超嬉しい、普通に嬉しい。いいもん見ました。でも育成はしない。でも育成しません。まあ、マチタンだったら今度してもいいかもしれない。でも俺1育成すると6時間かかるからさ。かわいい、声がクソかわいい。声優さん誰？先にいると止めろ。何ルズルって。ああ、あれかアニメか。いいもん見たわ。アニメも見ますね、そう遠くない時間にそう遠くない時に見ますね。まあ暇な時があれば。この後でも、この後は俺ミーベ2週間前ぐらいにも同じこと言ってたよ確かにミリーベだって。あ、ミリーベ MV 見たいんだっけ。あ、何今日始まったの。あれまだ始まってなかったよね、この間。そういえば今日始まったんだったらワンチャンいけんじゃね。おととい。あ、じゃあダメだじゃあダメだ、みんなやめよ。虚しくなるだけだ、見るだけ。ちょっとかちょっとパイッとかけちゃおう。 MV だけでも見ろ。 MV 見ます。終わりだ。あれ、カットカットカットさ、衣装ってもうもらえてるってことだよね。起動しなくなっちゃった、みんな。あ、起動した。これか。うわ、呪われた一瞬。怖っ。超お腹痛い。どうしよう、みんな。急にうんちしたくなってきちゃった。ミリオンライブにはもしかしたら利便作用があるのかもしれない。そこでしていいよ。いい？食べてくれる？じゃあ仕方ねえから。汚さないようにな。いててて、お腹痛い、お腹痛い。うーん、うーん、助けて。肛門が。ふう。ふう。このなんか、村が嫌だ。うわーの後の。ふう。村の後のふうが嫌だ。で、また村が来るから。もうお腹痛い、痛すぎると頭痛くなってこない。助けて。あれ、誰か。あ、イオリン誕生日おめでとう。ミサワが喜んでるよ。きっと。おめでとう。磨きのかかったイオリちゃんの魅力にみんな釘付けで。助けて。ふの時にうっかり出てしまわないか心配。あ、ふ、落ち着いたわ一旦。一旦落ち着いたけど、またすぐどうせ痛くなるんで。それがうんこってものなの。うんこが溜まってる時の。別にうんこ溜まっててお腹痛くならなくてよくない？
ちょうどこの、なんていうの、下腹部。多分、腸の部分が。新カード登場、いつ登場したんだよ。痛い、助けて。痛い。MV 見なきゃいけない、もう MV。うわー、かわいい。未来ちゃんか。この間見たわ。かわいかった。すんごい。もうデート行く前じゃん、俺との。もう、かわいいな。でも、お腹が痛いな。あららら、エロ。リオネー。あらららららら。これ、俺かい？スタイルいいね。思ったよりエスケープ源 P だぞ。あ、なんかあれか、アニメのキャラだっけ。知らない。俺は俺だ。この衣装欲しくないのか。いや、いいけど欲しいけど、もう無理だ。俺全然やってねえじゃん、あのあれもないよ全然。予定もいろいろ重なっちゃってて。間違えた。世間の人がお休みの時ほど忙しいんだよね。私ももっとお手伝いできることないかな。うわー、いい顔してるわ。あれでも開放集だから4万5000円いかなくていいんじゃないの。そんなことない。何この衣装、可愛くない。どんな衣装なのこれ。あ、そんなことねえや。これめっちゃ時間もらえ、あれだ、4万5000のやつだ。報酬で多分ジュリアがもらえるんだ。で、4万5000まで行って、あれ、めぐみがもらえるんだ。大変だ。トゥ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 。初日から漏らさず自然回復で今1万5000。すごい。でも漏らさずなんて無理じゃん。俺が1日15時間寝る人間が漏らさないなんていうことできると思う。この曲ってあれ、新曲、元からある曲、聞いたことない気がする。聞いたことない曲も、元からある曲でも聞いたことないのいっぱいあるんだけど。8年前の曲。へえ。じゃあ聞いたことある。ライブでやったことある？3RD です。ああ。絶妙に覚えてなさそうな。かわいいね。めっちゃ可愛くない？で、めぐみ逆になってるけど、ジュリアと。フルコンボで嫌だった。まだでも、あれになってない曲とかあるんだね。そうか、ミリオンは。ミリ下1年遅いからか。デュエット曲が大量に残ったり。デレステなんてもうないもんね、多分ね。全部あとはまあなんかカバー曲とかはあれだろうけど。デレステそんな CD 出てないのか。デレステってCD の出る量はミリオンとか多かったのかな。夏っこ。あ、確かに。そう言われてみれば。あ、でもいっぱいあるか、まだ。ココナッツホリデーとかもないよね。そうか、まだちまちまあるわ。でもそう考えるとシンデレラガールズの曲って全部知ってんな。ミリオンの曲は知らない曲いっぱいあるけど、なんだかんだシンデレラガールズは知ってんだな。さよならアロハとかも来てない気がする。ああ、やっぱあのなんかあれ系の曲来てないのか。
ガールズ劇場の劇場系のオープニングエンディングはまだ来れてないのか。ちなみにココナツはもう来てるよ。え、ココナツ来てたっけ。ありゃりゃりゃ、嘘だ、まさかまさか、またまたそうやって人を騙そうと。1年前にぷゆゆ、ちょうどやってない時期かな。じゃあ俺が MV 見ます。多分ちょうどやってない時なんだろうな。衣装一括切り替え、 SSR の衣装にしてあげよう。 MV もしっかり見てました。何この衣装かわいいんだけど、これ初めて見た。この衣装あったっけ。2人とも着れるってことは何かしら。え、何このクソかわいい衣装。なんだこれ、知らねえ、なんかかわいい衣装がある。なんだこれ、これ何、これ何、この衣装あったっけ。かわいいんだけど。スナイパーライフルの、あーなるほど、あれか。んぎゃ、行ってくるよ。40キロ制限の道だから結構狭いんだろうな、そこ。かわいい、めぐみ。まああんだけな、店が近いからな、ほどないしな、ほぼ。まあ、40キロ制限なんだ、そういう理由なんだろうな。出てきたらすぐあの車道に出ちゃうから、店から危ないもんな。かわいい。うわ、めぐみのイラストを描けばよかったな、この衣装で。かわいい、全然知らなかったこの曲とか。めぐみの曲なのに今まで聴いてなかったの。うん、聴いてなかった。あんまりめぐみの曲聴いてないんだよね、実は。ももこはめっちゃ聴いてたんだけど、めぐみの曲はそんなに聴いてなかったんだよな。めぐみのソロもあんまり知らない。アフタースクールパーティータイムしか。なんかジュリアがワンピース着てるからすごいかわいい。違う子みたいになっちゃってる。ワンピースの時は目の下の星は入れないんだね、やっぱり。すごい爽やか。衣装欲しかったな、ミスったわ、もったいねえことしたわ。石割れば間に合う。確かに、別に石なんか使わねえしな、ミリオンやんねえから。 SSR 手に入れるのと一緒だしな、ほぼ。今何個あんだろう石、あんまねえかな。45,000って言っとくけど、めっちゃ楽な方だからな。あ、そうなんだ。まあそうだよね、この前回のカットカットカットもそうだけど、12,000個あるわ。まあじゃあやろうかな、レトラの、レトラとコスモの配信見ながらちまちま金使ってやろうかな。間に合うかな。ほっ、全然お腹痛くなくなってると思ったら急にお腹痛くなってきたわ。今意識した瞬間に、あれ？よく考えたらお腹痛くねえじゃんって今意識したら瞬間お腹痛くなってきたわ。今 MV を見て喜んでたのに。楽な方ではないと思うけどな。まあそれはイベランしてる人とかからしたらすぐ終わるもんなのかもしれないけど、普通に普段やってない人間からしたら
楽じゃない。普通を押し付けてはいけない。強靭の普通を押し付けてはいけない。だってさ、一昨日からスタート始まって、漏らさないで1万5000いってるんでしょ。ってことは普通に6日間1週間ぐらいでやっと4万5000いくってことでしょ。2日で1万5000ってことは6日で4万5000ってことでしょ。じゃあ結構大変だよ。ソシャゲを漏らさずにそんだけ続けられるって相当ソシャゲ好きじゃないとできないもん。あと丸々4日あるし。だからあれってことでしょ、6日間で漏らさないで 6日間必要ってことでしょ。俺ソシャゲってそんな常に月切りでやるもんだじゃないと思うんだよね。基本的に何て言うんだろう、夜の暇な時間とかにやりたいもんだからさ、俺ソシャゲってそんながっつりやりたくないんだよな。こういう配信しながらやるぐらいが一番好きなんだけど。落ちた、もう放置少女やらされそうになってる。いいや、じゃああとはあれでやるわ、裏でレトラとコスモの配信見ながらやるわ。うんこしてし、ということで以上、付き合ってくれてありがとう。またコスモちゃんとレトラちゃんの唯一の機は今度見るわ、また元気な時にみんなで見ようぜ。もうちょっとでも今 FF10 やってるからね、だから FF10 を早めに切り上げた時に、あーまあマジでうんこしたい、ごめんみんな、ありがとう、楽しかった、それじゃあまた会おう。またコスモとレトラの配信見たらみんなに感想言うので、その時はまた、お疲れ様でした。あ、今日じゃないからね。この後ってわけじゃないからね。次の配信でってことね。それじゃあ、ありがとう。こんな時間に遊びに来てくれて。バイバイ。